コスミック八王子店の看板イベント超コスミックの日。お昼過ぎのこの時間でも稼働は 7,8 割ついており、空き台を探すのも一苦労といった感じ。リオも今日イベントコーナーやのに微妙かな。まあ回してないだけでわからないっちゃわからないでね。バイオも今日一応対象なんですけどね、ハードボイドは1、2、まあ、3台やっぱり出てますね。ハードボイルドが好調、当然ながら空き台はない。仕方なく空き台のあるイベント機種バイオを狙ってみる。これなあ、ほんまに悩む。バイオに行ってえらい目合うのも嫌やしな。化け以外からちょっとつながってるんでね。パチスロバイオハザードはビッグとレギュラー、そして ART で出玉を増やすタイプ。単独ボーナス合算の抽選確率、非常に大きな設定差、特にレギュラーで単独が引ければ。 ART 中の完全外れ確率、完全外れを見抜くことが重要。よう回るな、選手が使ってない。後半戦の始まりはとても静かな滑り出し。ウルトラマンデータアドバンテージがあるものの、このバイオにはそれを簡単にひっくり返してしまうポテンシャルがある。
それはとても危険な香り。これで繋がってくれたらな。チェリーが引かれへんな。何やら怪しい雰囲気。投資がかさむ前にボーナスが欲しいところ。ちょうど1万円目ですね、投資が。初チェリーから今のチェリーは、まあ、PH というかボーナスにつながってほしかったな。単独一発で来たいね。まあ、単独のビッグはね、でも向かいんで。ただ同じようにハードボールでも今日対象なんですけど、まあ、4、3台12の、3台4分の1ぐらいで解説に来るんでバイオにもあるかなと思ってちょっと狙っては見たんですけど、いい加減当たってくるよ。
さすがバイオ、あ、そう簡単には当たらへんな。通常リプレイからアイス判定したら、まあエースというか通常リプレイが当たればビッグしかないんでね、今のは惜しかった。ボーナスが全く見えないまま淡々とはまっている。ウルトラマンのアドバンテージを大事にしたいところなのだが、この状況はやばい。ノークリップが2回しか行かれへん。一発はまらんかな。まあこれもウルトラマンと同じでね、一発乗ったらでかいんですよ。まあその分ウルトラマンと違ってボーナスの枚数多いんでね、当たりはやっぱ重いっすわ。ここまでハマっている状況ならいっそのこと天井まで行きたい、そんなことを考えていると、それでいいか。バーと投資は2万超えでお約束のレギュラー。しかしまだ可能性はある。レギュラー中の液晶に注目し、バイオハザードにつながるか。レギュラー中の液晶は全漏演出、これはさすがに応える。いやー、1万6000使っての手は痛い。さあ、
あ、何にも行かれへん。辛いな。バイオも12台あるんでね、1、2台あってもおかしくはないんですけど、こういうのがないですもんね、なんかね。なんか見に行こう。バイオには入ってないのかな。追加投資に怪しさを覚え、店内の見回りに。3000以上回ってる状況でバイオがあれだとちょっとないっぽいですね、正直。どうしようかな。ハードボイルドがなんで 3台いい感じなんですよね。ちなみに現在の状況はご覧の通り。ウルトラマンのアドバンテージをないものにしてしまったバイオ。収支はまだプラスだが、このままでは終われない。なかなか有料台に巡り合えず、ひたすら店内をうろうろ。リオもイベント対象なんですけどね、まあ、朝一メールで4つ、5つ対象記事あって、まあ、ハードボールドだけは出てますね。拉致が開かないため、イベント機種のリオ2を狙う。リオ2は全体的にまだ回されていないので高設定台が残っている可能性がある。これ天井がまあ線手前なんで、まあ、この台総回転が、まあ、835なんですけど、リオタイムボーナス一発引いてるんですよね。で青化けも引いてるんで、ちょっとこれ打ってみようか。一発リオタイムボーナス引いてるんで、さあどうなるか。ダメか。お、どれや。おお、これでした。まあリオでいう、まあ、三連チェリーは一番熱い役だけね。揃わへんわ。
りあえず右下段に赤狙うともう1リールで分かってまうのでね、ちょっと逆を仕上げよう。もうエッチの ほんま揃わへんわリオ、なんでなんやろ一番確率低いのに、あ、確率高いのに。これね、ある手入らへんと設定カッパできないんでね。よしてんねんな。投資少なくボーナスを引いたが RT 突入はなしで、設定カンパは次回に持ち越し。立ち回る上でも早めに RT に突入させたいところ。メロン 8.5%、 まあ出現率がまあまあ高いんでね。まあまだそんな回ってない台なんですけど、これ青バケ1回とリオタイムボーナス引いてるんでね、秋台の中で一番可能性は高いですけどね。持ちコインはあっという間に飲まれ追加投資に。可能性はある。多少無理してでもここは追いかけるべき。まだウルトラマンのアドバンテージはある。しかしこの流れ雲行きが怪しい。大丈夫か？チェリーが引かれへんな。うわ、メロンかい。お、2連続チャンス。
言っても おメロンで当たった青七か赤七三百五十三の。本当に頼むわ。追加投資までしてゲットしたビッグ、今度こそ RT に突入させたい。トロワ マジで揃ってくれへんかったら困るわ。ビッグ中7揃いはなし、 RT への道は遠い。次こそは三。辛いな、今の当たってほしかった。チャンス目お
青レギュラーの出現。これでまた少し高設定の期待ができる。しかし設定カンパで一番肝心なのはやはり RT 中の外れ。エティツラアトシラあ話にならへん。あるっぽいっちゃあるっぽいねなあ。おばあちゃんこれ2回引いてるから、そう RT 引きたい。総ゲーム数がだいたい1500で青バチ2回なんでね。でまあリオタイムボーナス引いてることを考えればまあ可能性は結構あるかなって感じなんですけど、 RT 引かないと外れ確率設定差あるんでね。ああ何をやってんのや。これはつなげなあかん、これはつなげなあかん。くそなんでなん。もうほんまに嫌やわ。やってください。その気がしいわ。あーくそあかん、俺ほんまもう嫌や。ラスト1回チャンス。もうあかん。いやいや、この展開はあかんわ。しんどい。いやこの台も可能性はほんまにあるんですけどね。青バケと赤バケ結構差あるんで。周りを見渡しても出ている台はない。生駒の打っているリオ2、可能性は高いのだが、しかし今一つ確信が持てない。メロンと、まあ、三連チェリーもしくはそのチャンスですね。もうそれ待ちなのがちょっと微妙かな。単独とか個人的には欲しかったですね。 もっといい確率で。
早い引き戻しすらなく残りコインもわずかに。そして動くに動けないため追加投資を余儀なくされる。分かった分かったついに確信を得た生駒、リオ2をやめる。ハードボールでいいか、あかんやんか。ハードボールだけみたいですね、ほんまに。愛着も外れ、本当にハードボールだけですね多分。まああれだけね、ハードボールの12台あって、まあ今3台2試合ぐらい積んでますからね。ハードボイルドが全台高設定、空き台はなし。滝氏から有料台を探すが見つけられずに。ハードボイルド楽しそうやな。